皆さんこんにちは。どうも生きてます。ゲームママです。いつもご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録も本当に励みになっております。今回はお羊座さんの4月後半から5月前半の運勢をリーディングしていこうと思います。よろしくお願いします。今回もたくさんの方へ向けたリーディングとなりますので、ピンとくるメッセージは受け取っていただいて、ピンとこないメッセージはスルーしていただいて大丈夫です。はい、それでは早速始めていきましょう。はい、それではね、始めていきましょう。よろしくお願いします。今回はね、フォースシューというね、スプレッドを使っていきます。はい。それではね、展開していきましょう。はい、それではね、始めていきましょう。今回のこのね、フォースシューというスプレッドは、過去、現在、近未来、そして、最終結果に向けて見ていきたいと思います。まずは過去の部分ね。こちらのソードの2のカードが来ておりました。これはね、過去の部分で何かね、悩みだったり、何か迷い。そういったことで葛藤している様子っていうのが現れてるんですよね。うん。何かこう2つのことでどっちにしたらいいんだろうってね、迷ったり。うん。そういう姿も、見て取れるので、迷いだったり、あるいは誰かとのやりとりで意見がね分かれてしまって、だけどその場を乗り越えていくには、妥協点を見つけてやっていかなきゃいけないとかね。自分はこうしたいけど、ね、相手の気持ちも尊重しなきゃいけない。バランスも取っていかなきゃいけない。だから、心の葛藤はありながらも、解決に向けて妥協してきたっていうね、部分が出てるんですよね。そういうね、過去の部分で、まあ、人とのやりとりだったり、妥協しなきゃいけない部分がないと、前に進めないなとか、問題解決できていかないなっていうことをね、学んだり、悟ったりしたことで、この今のカード、現在のカードっていうのは、ナイトのペンタクルが来てるんですよね。すべてがね、思い通りになっていくわけじゃないんだなってね、きっと過去の部分で学べたと思うので、我慢するべきとこはね、我慢していこうとかね、うん、あとは人を信頼ね、信じて任せてみようとかね、うん、自分はこう口出ししたいというか、こうしてほしいっていう気持ちもあるんだけど、やっぱり過去で学んだ部分があって、うん、相手に任せてみよう、ね、そういう妥協案とかも学んできたから、そこで信頼して相手に任せてみたりね。うん。そういう計画的に、うん、物事をね、こなしていくっていう姿も今はね、映っているんですよね。だけどそれはもちろん、ね、将来的な、うん、自分の成功とか、問題解決とか、目指しているところへね、行くために、必要なことであるとね、感じていると思うので、そのための我慢だったり、努力なんだってね、ちゃんと割り切れてやれていると思うんですよ。そして今ね、たくさん努力できていることが、近未来でね、将来的にもね、活かせてくるっていう風に出ておりますよ。うん。いろんなことをね、過去から学んできてるから、それをどんどん活かして、さらにね、自分の能力もアピールできる時期に入ってくるよっていう風にね、来ております。ねえ、すごくね、学んだことも活かせてくるし、ね、順調なんじゃないかなって思いますよね。もうね、この近未来の時期になってくると、周りがどういったことを求めているのかとか、察する力も出てくると思うので、例えば仕事でだったら、スピード勝負でね、うん、仕事をしてみるとか、テキパキ進めてみるとかね、そういったことがね、できてきそうですよね。近未来では、あれこれ考えるよりも、こう直感で判断できるようになってくると思うので、それは仕事に限らずね、いろんな方面で、そういった力をね、活かしていってほしいと思います。そして、この真ん中のカードがアドバイスカードになってきます。ね。この時期は、
アドバイスとしては、広い心を持つこと。過去からね、もう我慢するべきところは我慢するとかね、悩んだ時は妥協点を見つけるとか、いろいろ学んできたことがあると思うので、客観的に物事を見るっていう力もついてきてると思うんですよ。だからこの先もしね、また何か悩みとか困ったことが出てきたとしたら、そういう風に客観的に冷静に物事をね、見れるような心、広い心を持って、公平に周りや物事を見つめていくこと、思いやりや支え合うね、心を大事にしていくことがね、鍵となってきそうです。そして、次のカードを見ていくとね、これは、お羊座さんが周りからどうね、見られているかっていうカードなんだけど、すごくね、なんかチャレンジャーというか、困難な道であっても、なんか乗り越えていける人だな、そういう力がある人だなってね、見えてると思います。ね、情熱がある人だなって。すごくね、明るさというか、元気を周りにね、与えてくれるようなね、そんな風にね、映っていると思いますよ。ね、好印象ですね、すごく。そして、次のカードがこちらね。これは何かというと、今後、ね、障害になってきそうなこと、ね、それを表してるんだけど、このカードってね、祝福とか、門出とか、そういった意味合いがあるんだけど、障害となってきそうなこと、例えで言うと、何かがね、例えばチャレンジしたことが成功した時とか、何か、門出っていうからね、結婚して、幸せだなーって感じてる時とか、何かこう目標をね、達成した後のことなんだけど、そういった時って、やっぱり、なんていうのかな、心が、ちょっと荷が降りるというか、ね、物事を達成した後ってほっとしますよね。そういった安心感が出てくる時っていうのは、警戒心とかも緩くなってる可能性があるから、いいことがある時って悪いことも同時に起きたりすることが多いんだけど、そういった感じで、気のね、緩みから何か悪いことが起きてきたり、障害がね、何か出てきたりっていうこともありそうなので、何かね、いいことがあったり、物事達成した時も、また新たにね、気を引き締めていきましょうっていう風に伝えられています。ね、ちょっとここはね、参考になさってみてください。そして、ね、最終結果のカード見てみると、すごいですよ。大成功っていうカードが来ております。ね。これも、いろんな意味があるカードさんなんだけど、ね、門出っていうね、カードも来てたから、例えば、結婚する人もいれば、ね、自分の、引っ越しとかで、家を持つ人もいると思うし、成功して、自分のその、仕事上のポジションを確立していく人もいると思うし、ね、自分の、居場所っていうのかな、大事な居場所を、手に入れられるよっていうね、そういうカードさんなんですよ。ね。その、ね、目標達成だったり、成果が今だけじゃなく、ね、長期にわたって続いていくっていうのも表してくれてるので、お羊座さんはこの時期ね、きっと頑張れば頑張るほど、この先の生活っていうのもどんどん安定してくると思うし、自分の、ね、財産、ね、財産っていうのも確かなものにね、なってくるかもしれません。過去の部分でね、もちろん大変な部分もあったと思うんだけど、そこでちゃんと学んで、今ね、それを努力に変えて、頑張ってきてることで、将来的にもね、その学んできたことをね、活かせたり、そしてやっぱり、それが成功に向かっていくよっていう風にね、最終結果、出てるので、流れ的にはね、本当に、すごくね、いいんじゃないかなって思いますよね。今回は全体運でね、見てるので、
これが恋愛に当てはまる人もいれば、仕事に当てはまる人もいると思います。そこはね、見てくれてる人によって違うと思うので、自分にね、当てはめてご覧になっていただいて全然大丈夫です。はい、それではね、このね、本指数のね、結果をもとに、さらにカードさんからメッセージもらっていきましょう。はい、それではね、カードさんからメッセージもらっていきましょう。はい、もう一枚ね、出していきます。はい、それでは見ていきましょう。まずね、最初に、そうだね、ホースシューの方で、ね、過去の部分で、ね、何か葛藤してる部分があるとか、妥協しなきゃいけない部分があるってね、出てきてたんだけど、それをね、学ぶ部分ではあったと思うんだけど、そういう風に、葛藤だったり、ね、本当はこうしたいんだけど、こっちを選ばなきゃいけないとか、妥協しなきゃいけないことって、ある意味我慢なんですよね。我慢。そういった我慢が実って将来的には成功をね、収める可能性も高いとは出てきてたんだけど、そういった部分でストレスを感じてるね、お羊座さんも多いんじゃないかなとは出てきてるんですよ。今、その、ちょっと、本当の自分をね、全部出せない。ね。全部思い通りにならないことで、やっぱり我慢しなきゃいけないこと、本当の思いっていうのをこう閉じ込めなきゃね、いけない時もやっぱりあるんだよってね、出てきてるんですよね。ね、殻に閉じこもるというか、これは本当の自分じゃないとかね、本当のあなたは他にいるんだけど、だけどそれを我を通してしまうとね、思い通りにならない。話が進まないとかね。状況が変わらない。だから妥協していかなくちゃいけないんだよねって、来てるんだよね。そういった部分でも、ね、もやもやしてる部分あると思うんですよ。理想と、やっぱ現実の狭間でね、悩んでるというか、本当は思い通りにしたいよね。だけどそこをぐっとこらえてることで、今はちょっとこういう暗闇の中にね、いるかもしれない。気持ちが暗い方向というか、ネガティブにね、考えてしまってるかもしれないけど、だけど、それはね、学ぶべきことでもあるってきてるんですよ。それがいずれ、このね、向こう側、ね、綺麗な世界へ行くための鍵になるんだよってね、来てるんだよね。今、辛抱できること、我慢できたり、妥協できたことによって、この道がね、どんどん開いていって、自分の望む方向、望む世界の方に、ね、いずれはいけるんだよっていうのもね、教えてくれてるんですよね。今は本当に人とのね、つながり、信頼関係を大事に、するべき時だよっていうのがね、教えられているんだよね。自分の、我を通すよりも、相手の気持ちを汲んであげたり、ね、妥協点を見つけて、そこで、問題解決していったり、何かを進めていくことで、ね、相手にね、思いやりを渡すことになるよね、それは。ね、相手を思いやって行動する。そういうことにつながっていくから、そういった思いっていうのは必ず自分に返ってくるんだよっていうのも教えてくれてるんだよね。ね。今回は自分が我慢したけど、だけどそれで周りの人がすごく幸せになったり助かったりした場合って、やっぱりお羊座さんに感謝してくれると思うんですよ。そういった気持ちがきっとね、返ってくると思うので、今は我慢することとかね、妥協することとか多いかもしれないんだけど、それは将来の自分のためだと思ってね、ね、ポイントを貯めるような気持ちで、ね、ちょっと乗り越えていきましょう。そして、ね、解放っていうカードも来てて、ね。だから今はね、妥協すること、
何か我慢しなきゃいけないことが多くて、自分の考えって正しくないのかなとか、自分の考えって信じてるものってね、おかしいのかなって疑問に思ってしまっちゃってる人もいるかもしれないんだけど、だけどそれはね、全然そうじゃなくてね、人の価値観ってどうしてもぶつかってしまうことがあって、たまたまそういう時期なだけであって、お羊座さんの考えとか信じていることが間違いなわけではないんだよね。だけどそれはちゃんといずれね、解放して、来る時期があるよって出てきてます。自分の信じたことね、正しいと思ってることがね、ちゃんと認められてくる、そういう時期もね来るから、今は、たまたま周りと価値観が合わなかったりね、考えがずれてしまっているだけで、自分の信じることとか思いっていうのがちゃんと通る時も分かち合える時も絶対来るのでね、そこはね全然諦めなくていいよっていう風に来ておりますね。今の悩みっていうのは結構ね、時間が解決してくれるようなことがね、大きいように感じるので、焦らずねやっていけばいいんじゃないかなってね思いますよ。はい、それではね次のカードも見ていきましょう。はい、それではねこの時期のキーワードをね出していきたいと思います。レディーのカードですね。もう一枚出していきますね。まずね、やっぱりこの2枚ということで、ね、女性がね、この時期キーワードになってくるかもしれません。ね、見てくれてる方が、もし男性だったら、ね、好きな方とかね、あるいはもう結婚してらしたら奥さんとか、ね、お子さんの可能性もあるかもしれないけど、まあ、身近な女性だったりね、する可能性もあるし、ね、見てくれてる方が女性だったら、ね、例えばご友人とか、職場の、女性のね、同僚の方とか、そういった方がね、何かキーワードになってきそうですよね。そして、お庭のカード来てるので、この時期何かのイベントに参加してみたり、こういう風にね、もう、お庭のカードだから、お花とかをね、見に行ったり、自然をね、楽しみに行ったり、あとは交流ね、交流とかをね、人としてみるのもね、いいよっていう風に出てきております。そこで、まあもしかしたら、この二つがね、合わさって、ね、女性とのね、交流がね、何か、この時期のキーワードになってくる可能性もありますよね。お羊座さんの、今後の人生を左右するような、そういうね、キーパーソンが女性かもしれないし、その女性と出会うのが何かのイベントとか交流かもしれませんよね。なのでね、この女性、ね、あなた以外の女性と、それからイベントとかパーティーとか、あとは交流会とか、あとはどこかのね、自然豊かなところ、ね、これをキーワードとして参考になさってみてください。はい、それではね、この時期のラッキーカラーをね、出していきましょう。はい、行きます。はい。アプリコット、アンズ色ですね。喜びと笑い。ね、そんな風に出ております。この時期は、ね、喜び。それから笑いっていうのをね、テーマにしていくといいかもしれませんね。だから人とのね、交流とか、何かイベントに行くことで楽しんだり、ね、自分の喜び、ね、そういうものをね、もう優先してもね、いいのかもしれませんね。今ちょっといろんなことでね、我慢したりとかしてストレスが溜まっている方もいるかもしれないので、自分の、ね、笑いってこうストレスをね飛ばすことにもつながるので、こういったね、アプリコット色ね、アンズ色をね、ぜひこの時期のラッキーカラーとして用いてみてください。はい、それではね、いつもね、出している星座オラクルカードさんから今回2枚出していきます。
でね、他のカードさんからも、1枚ね出していきますよ。はい、アヤンくんからもねアドバイスカード出していきましょう。はい、それではね順番に見ていきましょう。まずね、ヤギ座のカードを見てみるとね、中途半端に今ねなってるなーって思ってるお羊座さん多いのかもしれない。うん、例えばその我慢してることとかね、妥協しなきゃいけないことがあるせいでね、不完全燃焼というかね、本当にやりたいことが思う通りにできないことで、なんか中途半端だなとかね、うん、もっとこうしたかったなってね、そういう思いになってる方もね、いるかもしれませんよね。うん、だけどさっきも言ったんだけど、そういったね、今は我慢しなきゃいけないようなこともあるけど、だけどそれは時間とともにね、解決してくる部分がきっと大きいと思うから、そのね、中途半端な、ことだったなって思うことも諦めてはね、欲しくないんですよ。うん、この、ちょっと見てもらうとわかるんだけど、ヤギ座さんってね、半分ヤギで半分魚なんですよね。うん、ちょっと慌てちゃって、ね、中途半端なね、姿になってるっていうね、そういう場面なんだけど、ね、だけど、諦めないで、ちゃんと、最後まで、やり遂げる力っていうのがあるよっていうのをね、教えてくれてるカードさんでもあるので、ね、今はちょっと、ね、もやもやする部分があるかもしれないけど、自分の信念だったり、思いっていうのが、ちゃんと実る時も来るから、諦めずに、そういった強い気持ちっていうのはね、持ち続けてほしいと思います。ね。そしてやっぱりね、今の時期、ね、チームワークが大事だよって来てるんですよね。うん。ね、これ三角形。自分一人の力では、ね、物事進まないよってね、来てるんだよね。うん。周りの力があってこそ、ね、いろんなこと進められるし、成功していくんだよっていうのも教えてくれてます。だからこそ、いろんなことね、妥協しなきゃいけない。我慢しなきゃいけない時期でもあるんですよね。今はこういうね、チームワークを特に大事にしていく時期だって思ってやっていければ気持ちの上でもね、楽になると思うんですよね。だけど、さっきも言ったけど、いつの日か自分の本領発揮できる時がね、絶対来ると思うので、それにつなげるためにも今はチームワーク、ね、周りと支え合って、協力していくことがね、大事だよと来ているので、ぜひね、参考にしてみてください。そしてね、やっぱりね、そういった我慢っていうのがすべて、お羊座さんの経験だったり、知恵、ね、知識に変わっていくんだよって来てるんですよ。うん。いろんな失敗だったり、ね、我慢すること、ね、苦労した人っていうのは、結局、いろんな経験値が溜まっていくんですよね。まあ、ことわざとかにもね、あるよね。うん。ね。苦労は勝手でもしろってね。そう。それぐらい、やっぱ辛いこととか、ね。経験になっていくんですよね。今頑張った分、それは確かな経験とか、スキル、能力に変わっていきますよとね。教えてくれています。ね。だからね、今辛くても、それは自分のためなんだ。レベルアップにつながっていくんだって思ってね、プラスの考えを持って、ぜひね、過ごしてほしいと思います。はい、それではね、お羊座さんのリーディング終わろうと思います。今回は、ホースシューというね、スプレッドを使ってみました。過去、現在、近未来、そして最終結果へ向けてのね、こういう V 字のスプレッドだったんですけど、いかがだったでしょうか？わかりやすいね、スプレッドだったんじゃないかなと思います。また何かね、放送とか動画とかでやったことのないスプレッドとかありましたら、どんどんね、取り入れていこうと思いますので、ぜひまたね、遊びに来てください。今回のお羊座さんは、今ね、頑張ったら頑張った分だけ、将来に向けて
すごく大きなものを手にできるよっていうね、結果が出てきたので、今ね、悩みとか困難とか問題があったとしても、それは将来へ向けての経験の一つなんだって思ってね、乗り越えてみてください。はい、それでは何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。最後までご視聴いただきありがとうございます。私ゆえももはココナラというサイトで個人鑑定もしておりますので、興味のある方は概要欄をご覧ください。それではまた次回、バイバーイ。